はい、どうもこんばんは、ゲンです。今日もですね、動画を撮っていきたいと、思います。今日の動画の内容はですね、最近ですね、昨日は、英語の勉強の話、一昨日は、神奈川県の異臭騒ぎですね、これに関して、これが地震の予兆じゃないかと、前兆じゃないかというニュースが、ありましたので、それについてですね、取り上げて話をしてみました。で、最近ね、そういった感じで、時事ネタみたいなことを話してるんですが、今日何を話そうかなと思ったらですね、これもまたちょっとですね、最近脚光を浴びている方のニュースがありましたので、これに関して話をしていきたいと思います。何かと言いますと、2日か3日前ぐらいにですね、新聞各社あるいはニュースなんかでも取り上げられていましたけれども、マチュピチュにいらっしゃる日本人ですね、片山ジェシーさんという奈良市のボクシングトレーナーの方なんですけれども、この方がマチュピチュの日本人で2人目の観光大使に任命されたということですね。1人目が、どうやら皇族の眞子さまらしいので、皇族に次ぐ観光大使ということで、世界遺産の観光大使になるので、なかなかね、ないですよね。芸能関係の方とかだと、出身地、出身都道府県とか、あるいは市町村かの、観光じゃないけど、なんていうんですかね、発展、案内みたいな感じで、任命、その件、都道府県とか、市区町村の、魅力を発信していくということで、観光大使とか、任命されている方は結構いらっしゃいますけれども、まさか海外で、しかも世界遺産の、観光大使に任命されるというのは、すごいことですよね。ニュースにもなっていましたけれども、国境が閉鎖される前日かなにペルーに入られて、世界一周旅行の、最後の視点としてマチュピチュを選んだということらしいんですけれども、前日ですね、国境が閉鎖される前日にペルーに入ったと、それもまたすごいですけどね。それは結果論だったみたいなんですけれども、前日に入って結果として半年以上滞在することになり、その間マチュピチュの方も閉鎖されていたらしいんですけれども、世界一周旅行の最後にせっかくペルーに来て、でもマチュピチュが見れないということで、ペルーの方々が、政府とかかなに働きかけて、今回特別に、観光が許されて、たった一人で、観光客としてマチュピチュに行ったということですね。で、それだけでもすごいですよね。神聖な場所で、普段は多分、観光客で、かなり賑わっている場所だと思うんですけれども、そこを、たった一人で独占できるというのは、羨ましい限りでもありますし、逆に今なんか取材が殺到していて、一人では対応できないということで、彼のインスタなんかを見ていると、もう日に日にフォロワーがどんどん増えているんですね。うなぎ登りというか、爆発的にどんどん増えているので、これからが非常に楽しみだなというところでもあります。でですね、どうして彼を取り上げたかというと、ジェシーさんですね、あえてジェシーさんと言っていますが、僕もオーストラリアにいた時にですね、実はジェシーさんとにボクシングを習っていたんですね。オーストラリアのウエスタンオーストラリアなので、こうオーストラリア大陸が正方形みたいな感じであると、日本がこの辺りですね、一番端っこ、この辺りにあるパースっていう地方都市にですね、いた時に、彼がボクシングジムをちょっと時間で借りてボクシング教室をですねやっていまして、たまたま僕がパースにいた時に彼もですねパースにいて、僕も結構初回から参加させてもらって、3ヶ月ぐらいか、一緒にボクシングですね、週1回やらせてもらった関係で彼のことも知っていまして、彼のインスタで、ね、もし見られる方がいらっしゃいましたら、下の方の、投稿ですね、見てもらうと、僕もボクシングのところですね、結構映ってたりするので、見てもらえると、いいかなと、思います。そんな感じでですね、本当にですね、わからないもので、別に僕自身に起こったことではないので、観光大使になるということがね。ただ、とはいえですね、やっぱりこう、パースで僕も、ボクシングもともと好きで、たまたま彼が、ボクシング教室の、案内をしていたので参加させてもらって、まさかですね、一緒にこうボクシングをしていた、身としてはとても嬉しいですよね。やっぱりこう、若い世代の人たちが、活躍しているというか、コロナの中でも、希望を捨てずに自分の道を信じたというか、現地でもボクシングをですね、現地の子どもたちにも教えていたそうですし、それが、結局、実ったというか、楽しいかどうかわかんないですけどね、充実した、マチュピチュ生活につながったんじゃないかなと、
考えると非常にこうなんか嬉しくなりますね。まあ、知っている方が同じ日本人として、そして一緒にまあ汗を流させてもらった立場としてはとても嬉しいものがありますね。でこれ結局何が言いたいかというと、まあ彼の例はですねちょっとまあ特殊すぎて、まあ、真似しろって言ってもまあ彼もそう結果論として観光大使に任命されたということなんですけれども、まあ、やっぱりこうなんだろうな、まあ、コロナによって、まあ、先行きが不透明になった今だからこそ、まあ、こう自分の心に素直にあるというか、自分の心に正直になって行動していくことが、大切じゃないかなと、思います。まあ、それはですね、まあ、これは前の方の動画でも話してるんですけれども、まあ、いつ人生が終わるかわからないっていうのはこれはですね、事実としてもありますので、まあ、一昨日の動画ですと、スーパー南海地震が起きるんじゃないかっていうその前兆として神奈川県の異臭騒ぎなんかですね取り上げられていましたし、まあ、いつですね終わってもいいように、自分の心に素直になって、日々の行動をですね、見直してみるのもいいんではないかなと、思いました。まあ、そんな感じでですね、今日の動画は以上にしたいと思います。今週も1週間お疲れ様でした。